はじめまして、ミネルバクリニックの中田博美です。私はですね、内科専門医、がん薬物療法専門医、それと臨床遺伝専門医って、これ3つ揃えて持ってる人、日本に多分1人しかいないんで、世界的にもすごい珍しい専門医なんですね。主にですね、遺伝の専門家としてクリニックを営んでおりますので、よろしくお願いいたします。では、本日のナビゲーターの平尾さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の NIPT、こういう人は絶対にやった方がいいっていうのをお伝えします。一番に挙げたいのは不安とか後悔が非常に強い人ですね、はい、うちに前来た患者さんで、なんと35週になってから、もう生まれますよね。そうでしょ、はい、やらなくていいって、あの別のところでも断られて、はい、もう最後うちに連絡をくださったんですね。で、私も言ったんですよ、もう生まれるじゃない来週って、はい、だけど生まれてからダウン症って言われるよりも今知りたいんですって。それだけやっぱり不安が、今検査したいんです。いやでも検査結果出るのにかかるから、 そうですよね、その前に生まれる可能性が高いですよ。うん、でもそれでもいいんです、生まれてから知るよりもとにかく検査がしたいんです。もうとにかく不安で落ち着かないんですよ、はい、で35週までずっとそうをしていたのかって言われるとそうじゃなくて、実はですね、その人はあの忙しく仕事してたんですね、はい、で産休に入って、そしたら急に暇になるじゃないですか。なるほど、時間ができたら不安が出てきちゃったんですね。そうすると一日中ネットサーフィンし始め、でちょっとダウン症のお子さんとかに関わる職業だったんですよ、うん、で日頃関わってたわけじゃないんですけど、うん、周りにはいらっしゃるような環境だったんですね、はい、でそしたら突然気になってずっともう寝れずにネットサーフィンして、もうね、そういう不安な人は、まずはもっと早くですね、受けておいていただきたいなと思います。はい。後で言われたら立ち直れないって言ってましたね。はい、後悔をしやすい人っていうのは、例えば、あの時ああしておけばよかった、こうしておけばよかったって、いろいろと考える人いますよね。検査を受けておけばよかったなってなってしまいそうな人。そうですね、あの多くの方は検査を受けなくても健常なお子さんが生まれたら、はい、そうは考えないと思うんですけど、はい、その出産までの間がですね、もう不安で不安で仕方がないっていう人がやっぱりいるんですよ、はい、そしたらやっぱりこう赤ちゃんの体調っていうのも良くないし、そうですね、なのでそういうことを考えると、もうすっきりしておけばいいんじゃないですかって、しかも早い段階でということで、そういう人はもうなるだけ早くですね、受けていただいた方がいいのかなって思います。あとですね、お子さんの幸せっていうか、まあ、ご家族っていう単位で幸せっていうことを第一に考えると、うん、やっぱりお子さんの健康状態を確認するっていうのは一番大事じゃないですか、うん、だって自分たちだってね、パートナーにっていうかこの暮らしに責任を持とうと思って結婚したら生命保険入ったり、はい、健康診断を受けに行ったりってするわけでしょ、はい、それをどうしてお子さんの最初の健康診断じゃないですか、はい、出生前診断って、うん、なんでそこをやろうとしないのかなっていうのを、うん、逆にそこをやっぱり私いつも言ってるんですけど、患者さんにパートナーとは離婚できます、でもお子さんと関係なくなる手段がないので、はい、お子さんこそ重要じゃないですかって、うん、そうなんですよ。で、障害があるなって分かった上で受け入れる人もいるし、そうじゃない人もいるし、でもまずはその状態を確認するってことは、はい、やっぱり大事なことじゃないですかって、うん、それをやろうと思ったらそれはいけないことだとか、どうしてそういうことを言っちゃうのかなって本当に分からないですね、うん、そうですね。だってなんか今でも出生前診断を受けたいって産婦人科で言ったら怒り出す先生とかいるらしいんですよ、怒られるから嫌だとかって言えないとかっていう人いっぱいいるんですけど、はい、やっぱりじゃあその障害のあるお子さんが生まれたらその先生が育ててくれるのかって言ったら違いますからね、うん、はい、やっぱり産んだら親が責任を持たないといけないっていうような建前に日本の法律にはなっているので、やっぱりそこ一番慎重になるべきかなって思いますね、うん、であとですね、NIPT しようかなって一瞬でも考えた人はやっぱり受けた方が、うん、受けておけばよかったってやっぱり後悔すると思うので、はい、後悔することがないようにっていうことでもですね、やっぱり受けてはっきりしておいた方がいいんじゃないかなと、うん、あとですね、やっぱり羊水検査痛いですから、はい、そういう痛い検査が苦手な人、はい、苦手です、はい、まあ NIPT も採血はありますからね、採血も苦手って人もいるんですけど、はい、採血だけはさせていただきたいなと思いますね、はい、そんな感じです。
ミネルバクリニックでは皆様の妊娠出産とかそういう人生計画家族計画にかかるたくさんの場面で皆さんをサポートしたいと思っておりますので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。よろしくお願いいたします。